徳川成友は、江戸時代後期の大名。終わり藩第十代藩主。官位は、十二位、兼大納言。十一代将軍、徳川家成の弟で、一橋徳川家釈子だった、徳川遅刻の長男として誕生した。母は二条、春高の娘、常連院。幼名は、安七代。父、遅刻は成友が生まれる前に没しており、叔父のさやつが変わって、 一橋決着死となっていた。完成8年1月、蔡安氏の養子となる。完成10年4月13日、終わり藩九代藩主、徳川胸近の養子となる。完成11年9月11日、おじで将軍の家なりより返帰を受けてなりともと名乗り、同年12月20日に、胸近が亡くなったのに伴い、家督を相続した。なお、胸近の死去により、 終わり徳川家は徳川義直以来の男結の血統が断絶した。幼少の藩主成友に代わり、藩政は成瀬聖典を中心に動かされた。ただし、成友の成人後も成瀬は実権を握り続けた。また、成瀬は紀州や水戸の深老とも連携してその地位拡大に邁進する。成友は官位昇進などにおいては、 将軍の演者ということもあって、異例の速さで遂げている。成友自身は、宗地下のように有能ではなかったが、家臣からの封書による政策提言を受け付ける制度を、先代から継承して実施したほか、藩校、明倫堂の学生改革、文化2年12月には倹約令を出した。文政2年12月には、農民や商人からの借金について、藩士は、すべて、 無利子かつ50年負の返済都市、藩からの廃借金も貸しし、返済終了の藩市からは廃借金の戻し入れを行い、犯罪性の再建を目指している。借金対策については、藩市には好評で歓迎されたが、負担を受けた債務者は、藩の領民であった。しかし、これらはあまり効果がなかった。文政10年8月15日。 家督を成春に譲って35歳で隠居した。以後、名古屋で23年間にわたる隠居生活を送った。時代の成春が一度も終わり入りしなかったため、その後も大殿として、隠前たる力を持ったという。ただし、天保7年、養子、成春の結婚のために上落する江戸詰めの不可老成瀬忠重が、名古屋の成友を無視して、 犬山城に入るという情報に激怒している。結局、成瀬は成友に施行するに至った。また、天保10年の成春の没後、成高を新藩主に迎えるにあたって、幕府は成瀬少女らとの交渉でことを運び、隠居の成友に全く相談はなかった。加永三年二月、可能性炎症を原因として病に倒れ、同年三月開日に死去した。 去年58、方号は、天根寺因電恩見込まる和元、順大古寺。墓所は名古屋市東靴つ,つの県中寺。日付イコール旧暦。ありがとうございます。